ートしました。1番アーモンドアイ、5部のスタート、やや前へ先行争いです。真ん中8番奇跡が行きました。大外から13番ノーブルマーズ接近、10番頑固3番手、1番アーモンドアイはインコース4番手、並んで14番ウィンテンダです。11番スワーブリチャード、その後で14頭1コーナーをカーブしていきます。ハッピーグリーン、そしてシュバルグラン中段追走です。1コーナーから2コーナー、主導権は今日も8番奇跡が取りました。リード2馬身で2コーナーです。13番ノーブルマーズ2番手、1番アーモンドアイはインコース3番手です。その後10番頑固4番手、11番のスワーブリチャード5番手追走、向こう上面に入ります。14番ウィンテンダレスがその後で2馬身差、中段のインコース2番北海道競馬ハッピーグリーン、並んで9番のシュバルグランです。3番里のダイヤモンドは中段やや後ろ、並んで7番のサウンズオブアースです。まもなく前半 1000m の通過、どうでしょう、59秒9、平均ペースで通過しています。里のダイヤモンド、サウンズオブアースの後ろは4番里のクラウン、現在後方4番手、12番アイルランドカプリ後方3番手、あとは3馬身差5番ミッキースワロー、6番イギリスのサンダリングブルー最後方です。これから3コーナーに入っていく14頭です。8番奇跡先頭、依然3馬身リードを保っての逃げ、2番手に1番アーモンドアイが上がります。13番ノーブルマーズ3番手、3、4コーナー中間、その後10番頑固が4番手、11番のスワーブリチャードは1番アーモンドアイを見ながらの競馬、現在5番手です。その後が9番シュバルグラン、14番ウィンテンダです。里のダイヤモンド、そしてサウンズオブアースにはムチが入っています。ハッピーグリーン、里のクラウン追走、600を切って4コーナーカーブから直線コースへと向きます。奇跡が先頭、リードは2馬身、単独2番手に1番アーモンドアイが上がって、先頭奇跡を2馬身差で追います。残り400、坂を登ってくる、これをめがけて11番のスワーブリチャードが3番手、あとは里のダイヤモンド、外から伸びてきて9番のシュバルグランです。坂を登り切って200を切る、逃げる8番奇跡を1番のアーモンドアイが捉えて先頭に変わった。3番手は11番スワーブリチャード、追うシュバルグランが4番手、アーモンドアイだ。アーモンドアイジャパンカップ制覇、ゴールイン、強い、アーモンドアイ4冠目。